怖い。もうなんかやべえ外人みたいになってる。めっちゃ気になってる。皆さんこんにちは、ケンです。アミです。はい、今回はナルマスクの紹介第2弾となります。はい、前回は花粉シーズンということで花粉対策マスク、高機能フィルターを備えた F シリーズを紹介したんですけども、今回は夏に向けた、まあ、紫外線対策、そして薄い素材のマスク、こちらをご紹介したいと思います。提供いただいてますので、今回この4種類を紹介したいと思います。はい、より詳しく知りたいよっていう方は私のインスタグラムで、日々投稿してますので、よかったらチェックもしてみてください。順番に紹介していきます。まあ、あの紹介する順番も意味がありますので、はい、しっかり見ていただけたらと思います。まず全部未開封なんですけど、まず紹介するのはこれね、ナルマスクの X シリーズ X1 というモデルになります。まず X シリーズについてなんですけど、まあ、X シリーズはいわゆるエントリーモデル、まあ、スタンダードモデルですね。なので比較的お値段は安いです。はい、それのまず夏用、比較的薄い夏用をご紹介したいと思います。これは首まであるタイプですね。このモデルが着用している首まであるタイプで、分かると思うんですけど薄いです。結構薄い、薄い素材で首元はキュッと締まってる感じですね。まずこれをね着用したいと思います。あ、薄い薄い、全然薄い。なんか前持ってたやつあるやん。はい、我々そのまあアンバサダーになる前は X シリーズ使ってましたからね、実際。やっぱそれなんや。うん、まあこんな感じですね。ここは鼻の形というなんかあの F シリーズであった針金のようなものはないんですけど、こういう感じで、でまあ普段こういう風につけて首の日焼けも抑えることができます。全然 UV カット効果もありますので、薄くて喋りやすいです。はい、でこれ例えば他にも女の人だったら髪結ぶバンドにしたり、こう頭にこうやってしたりとかっていう使い方もできます。まずこれがスタンダードモデルですね。夏用におすすめの X シリーズの X1、 首まであるようですね。はい、これが一つ目の紹介でした。続きましてその上位モデル N1、 これは N シリーズっていうのは比較的高価なものが多いです。まあ、いわゆるすごい素材とかも良くて、ナルマスクの中では結構高めの分類に値します。はい、まあ、こういう感じで青なんですけど、でこっちと比べて触った時にあのちょっとなんですか、ひんやりするような素材を使ってます。冷感素材、はい、流行りの、はい、なので、まあ、夏に見てます。形はもう本当に X1 とほぼ一緒、うん、だけど生地がちょっといいやつ使ってたりとか、X1 と比べてより呼吸しやすい。ああ、穴が開いてる。そうっす、ここに穴がこうやって穴が開いてます。反対側は開いてないです。うん、じゃあそれは表が決まってる。表決まってて、まあ裏もある。こっちはどっちもそういうメッシュ加工はされてないっていうところでちょっと差別化されてると、うん、まあこれ呼吸しやすいですね。もう貫通してるみたいなもんなんで、夏にはいいかもね。夏にはいいですね。でこれをしたまま例えば、まあ、昼クライムしたりとかっていうのは余裕です、うん、はい、ほぼ貫通してます。でまあ飲食店とか入るときはもうこっち側にしていただいたりとか。ああ、そっか。はい、していただければ結構です。これが N1、 そっちの方がなんかぴったりしてそう。そうですね、まあ予算に合わせて買っていただければいいのかなと思います。で次が、私が欲しい欲しいって言ったやつ、うん、はい、これ N0U、 うん、N0U、 これも N シリーズです。でこれが一番欲しかったんだけど、欲しい欲しいって言ったのナルマスクさんに欲しい欲しいって言ってもらったんですけど、これが今初めて触ります。え、何それ。なんかちょっと分かりづらいと思うんですけど、これすごいちょっと表現しづらいな。触ってごらん。なんかもう違う今までの素材と。何かのすごい取り込み、あ、プリーツなんていうの、プリーツ素材、
はい、でここは以前紹介した F1S っていう高級モデルのフィルター機能備わったやつと同じ素材、うん、はい、なんで冷たい、はい、これですね 3D メッシュシールドってやつが入ってます。で形も今透けますね、もう普通のマスクと似てて、うわすごい、なんか光当たるとなんか、うん、あーなるほどね、普通のマスクみたいに使える、そうそう普通のマスクとしても使える。でこれ向き合ってるよな、向き合ってるな、あーなるほどね、ここはすごく、いやまあまあまあ F1S と一緒で気持ちいいです。ここねちょっとねびっくりするわ、まず呼吸はすごくしやすい、これ普通に喋っててもなんかランニングしてても全然問題ないレベルのもう貫通で、なんていうの、ただちょっと今までのものと違ってチクチクするかな口が、あー角がまだなんかその新品なの、新品のせいかもしれないですけどちょっとなんかその立体部分、立体部分がこうまあ凹凸があるんですけど当たってちょいチクチクするかなっていう感じしてみて、どう、うん、まあ今まで使ってたこの FU プラスっていうね F シリーズのやつはこういう風に高機能フィルターで柔らかい素材使ってたから違和感なかったんだけど、ちょっと熱い、これ熱いよねもう時期的に、時にこれはすごくいいなと思います。ただその FU プラス使ってるからなんですけど違和感がすごい口元の違和感がすごい、まあこれつけてみないと分かんないと思うんですけどチクチクしますね、まあでもこれ慣れじゃない、まあ慣れだと思います、あの私全然平気やし、なんかかっこよくねこれ、うん、あのつけた時のなんか見た目はすごいかっこいい、ただ僕すごい怖がられるんでねこういうつけて最近私スポーツサイクル用のサングラスはしないんですよね、うん、普通のファッション用サングラスするんですけど、うん、つけて走ったり怖っ、え怖い、もうなんかやべえ外人みたいになってる、なあいいじゃんいいじゃんまあこういう一般的なサングラスでもね全然曇らない、うん、はい、でずっと喋ってんだけど口開けて問題ないですね、はい、これが N0U っていうものですね、はい、私がすごく欲しかったやつ、はい、いい感じです。まあ今こっちはね秋から春にかけて使って、こっちはね今の時期から、秋まで、はい、使っていこうかなって、仕事でも使ってライドでも使っていこうかなと思ってます。で最後紹介するのがこれね、こういうのも出てます、アームカバーですね、すごいひんやりする、これもあれじゃない、なんかあるんじゃない、クイックドライ、ロゴがシンプルにここに入ってるだけで、うん、こういう感じね、あ、ひんやりする、薄いしいいかも、すごく薄い、うん、こういう感じでかっこいい、これもいただきました。マスク以外にもあるんや。そう、マスク以外にもひんやりするし、ぴったりしてるから気持ちいい。チクチクもしないし。はい。ということで、ナルーマスクの紹介でした。はい。よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。